249回目ポッドキャスト、ポルノ杉です。ゲスト、はい、ファミトウェブ編集長アルバン小島です。どうも。じゃあ、いや、今お待たせしてしまったのもですね、うん、久々にこう、なんていうんですか、うん、まあ、今僕週刊ファミ通でブラックオプスの記事をずっとやってて、はいはいはい、で、まあいろんなプレイヤーレビューみたいなので、うん、俺と、うん、ブンブン丸と、はいはい、サジと、あと週刊の翔平くん3、うん、4人が、うん、それぞれ顔にあの迷彩のペイントをして、ああ、軍物だからね。で、本当にあのアメリカ軍が使ってる、うん、そういうファンデーションみたいなの買って、うん、今やると、うん、もうね、俺何にも面白くなかったどういうこと、どういうことだよ。いや、もうみんな撮ってて、うん、その3人は、うん、俺だけ今はちょっと遅れてきて、俺だけパパってやったんだけど、うん、もうね、サジが100点だものね。ああ、なるほどね。そういうことをさせると。はい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 、はい、で、まあブンブンはまあちょっとかっこいい色みたいな。で、まあ翔平が普通に塗ってて、うん、やーべえ、俺どうしようと思って。うん、で、このポキャスの収録もあるから、なんか焦って、とにかくファンデーション塗ってたら、うん、ただ汚い緑色の顔の男になってて、うん、あ、やばいと思って。うん、これキャッツだと思って。指でこう口とひげを描いたんだけど。うん、指の太さでひげを引いても、うん、猫には見えないんですよで、何にも猫に見えないし面白くないと思って焦って、結局一つも面白くない写真のまま、うん、で、これ落とすの今大変で、も顔ヒリヒリしてますよ。ひしこいて結構もうベターって感じで、もう全たっぷりたっぷりね、そうそうそう、それ落とすの大変だな。で、1階の便所でゴシゴシ洗ってたら槍田さんが入ってきたよ。やりじゅん先生。はい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 。まあ、特にいや会話もないですけど、ね。会話もなく。なるほどね。最近は調子上がってんすか。いや、上がって下がったね。上がったんですか。上がったけど下がったね。なんで。まあ、なんつうんだろうな。まあやっぱ会社全体の話じゃないですか。うん、で、まあそうするとその来期のこととかいろいろ考えたりもするじゃないですか。もうそうですね。来年のこと考えないと、会社としては。まあだから新。俺の心のこのなんつうんだろう、心中的にはこう行ったり来たり行ったり来たりってバックンバックンしてますよ、なんかいろいろ。具体性が伴うとまずいですか、やっぱその話。その話はちょっとまだまだまずいですね。また怒られちゃうみたいな。また怒られちゃね。だからそうやって君は言われて旬となっちゃうことが多すぎるんだよ。それを一個一個最近本当遠くに多いから、なんかちょっと環境変えねえとなと思ってる。それは。友達とかってことですか、じゃなくて。まあそれも踏まえて。前で環境を変える、うん、お前を変えるのが先決だっつうの。いやだからそ、環境がお前を変えてくれると思ったら大間違いだよ。いやいや、もちろんお前が変わるから環境も変わるって。いや、もちろんそれもそれがあるから、そのためになんかちょっといろいろ周りの状況をこう変えようかなと。例えば何ですか。まあ例えば実家出るとか。おう、あとは机の掃除とかまあ、とにかくこう、お前みたいなやつがね、風水とかにはまってドクターコパにねドバドバ金をつぎ込むんだよお前そういう財布、こいつの財布が金色になったら笑おうぜ、もうあちゃーみたいな。金色にはなってないの。え、なんかそういうの気にすんの。いやでも風水は分かんないけど、あの無料の占いたまに見ちゃうよね。無料あのヤフーとかのあれの占い。ヤフーに占いとかあるの。あるあるある。でクリックしていくと、こっから先は有料って言われるから、うわーすげえな、うん、ちょっとそこまではこういかないけど、とりあえずそのまあだからいいことしか書いてないんだよ、無料だから。ああ無料のとこは、うん、無料のとこだから飛び込んだとこ行くと有料だっつうの。有料だっつうんだよ。結構、ね、結構取られるんだなあれ。だってあの携帯ゲームとかもさ、うん、ハマると大変なことなんでしょ、まあ、あの無料ですとか言ってるけどなんかそういうゲームを極めようとすると、まあそうです、だからお金がかかって、あれがそのアイテム課金ってやつの典型的な例ですよ。あ、だからその入るのは無料だけど、うん、ハマっていくとどん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 そのアイテムで、あのアイテムが買えるから、でそれで、あ、そのアイテム使うとどんどんまあ強くなっていったりとか便利になっていったりするから、まずこう買っちゃうっていう。だってそれで何万ってかかるんでしょ、とことんやると。とことんやると結構、あれはほんとその大人ゲーだよね大人買いの大人だよね、ほんとね。割とこう、財力で。物言わす感じ。物言わす感じかな。だから遊び方もほどほどにしないといけないと思うけどね。
でもそれに何万円ってどうなんだろうってさ、このゲーム、いわゆるコンソールゲームをさ、たっぷり遊んでる身からすると思うよね。いや結構そこ俺真面目にその話は本当ねしたいな、いつか、いつかっつうか、なんか割とこう今ほら流行りじゃん、そっちのソーシャル系とかアプリ系のやつとか。ああ、うん、であっち、いや行くのは全然いいんだけどさ、うん、そうするとなんつうんだろう、やっぱ据え置きのいいゲームだったり、そのゲームとしてちゃんと DS だったり PSP で作ってるゲームのソフトのさ、あれがなんかちょっとなんかないがしろにされてるかわけではないけど、なんかそのちょっと寂しい感じっつうか。でも地続きじゃねえと思うな俺、そういうゲームと、あの携帯のプチプチやるゲームってあれ、まあ、ただのほんと暇つぶしでしかないもんな。やるかお前だって。いやだから俺 やれないんだよ。まあとりあえずはそのいろいろなことやっていかないといけないから、ちょっと試しにとは思ってんだけど、なかなか手出せないんだよね。俺も iPhone にしたからさ、ああいうのってまたちょっと違うのよ。一回ダウンロードすりゃそれで済むゲームしかやんないから。その代わり俺 iPhone のゲームはすげえやんのよ、ピンボールとかすげえ面白いから。あーはーはーはー。でも ああいういわゆる i モードとかのゲームっていうのは俺にとっては全く見えないというか、うん、まあ、とりあえずだからそのやらないで言うのは良くないから、ちょっとやってみようかなとは思うんだけど。ほんと iPhone のゲームやってる？いや、あんまりやらないですね。あ、そう。iPhone の前ってどこだったっけ？ iPhone は au でしたね。でゲームをねやろうと思ったんですけど、結局なんかできなかったですね。僕もその進めやれ続けられなかった、飽きちゃって。その、ね、天地を喰らう2ってあったじゃないですか、アーケード。そうそう、あれがあったんですよ携帯で。 あれが300円とかで売ってて、すげえなと思って落としたけど、便所で2回ぐらいやって終わりました。いやそう、あの携帯がすげえってなってさ、 3,4 年前携帯でアウトランとかさ、アフターバーナーとかできて人の見せてもらってわーとか思うんだけど、真面目にやらないじゃん。だから本当気休めにこうちょっと遊ぶっていうか、本当に便所でしゃがんでる時にっていうのは本当そうだよね。まあなんかさ、結構あそこがだってグリーなんかあんだけテレビ CM 投下してるわけだから、うん、儲かってるわけじゃんやっぱり、うんうん、でなんかそこに対してさ、なんか参入しなきゃみたいな空気あるでしょこの会社に。あーあります。ええ、だから言ってんだと思うんだけど、はい、俺別にそれ関係ねえと思うんだよね。うーん、だって要は二次的にお金を生まないと思うんだよ。みんなさ暇つぶしでやるだけだから、攻略情報必要と思わないし、うん、突き詰めようとも思ってないし、必要なのはお金だけじゃん。うん、だからなんか別に、いやすごい今はっきり言ってくれてあれなんだけど、うん、俺もだからそっち派なんだよ、うん、ただやっぱりそのゲーム全体扱ってるわけだから、うん、教えるってとか、教えるっていうかその知らない人たちにっていう、でもそれも必要ないと思うんだけどね。結局もう買わないでしょ。なんかじゃあ怪盗ロワイヤル勝ち手とかなんかわかんねえけど、お宝欲しいと思って買わねえじゃん多分ファミ通を。だからこれはだからまあなんつうんだろう、まあ本当俺個人的なっていう意見だけど、まあどっちもやっていかなきゃいけないとは思うけどね。そっちの、まあ一応アプリだったり、そっちの方の携帯の方、アプリはだから作った方が儲かんじゃねえの。まあそうだよな、うん、ファミ通アプリがねだって好調だなんだって言ってたし、うん、ファミ通ウェーブアプリも作ろうよ。だからやりたいよね。絶対やらないよねじゃあ。もうほらそういう、まあ頑張っていこう、頑張っていこう。タイトルコールやってきました。我らが主戦道大妻さん。おお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 お、我々はやっぱ来週ね、大阪に行くわけですから。なにわ金融道ですよ。もう顔がね、何金じゃないですか。大妻さん、面が。まあそうですね。なんかなにわ金融道で絶対あったろうなみたいな名言。こんなセリフ、言ったんとちゃうんか。はい、3、2、
わしの金はわしのもんじゃ誰にも渡さへんでファミツウェブディブディブのやつが249回目。絶対行ったこれ。頼むな。100はあった。すごく面白くはないけど、あのお題はクリアしている。さあ今回は内容紹介、はい、もうすでに雑誌の通刊の上では2011年1月号ですね。1月号ですね。はい。のものが、はい、どうなっておりますでしょうか。はい、ファミ通ウェーブ1月号、ですが、11月30日ね発売なんですけども、はい、いよいよ12月1日に、出ます、はい、モンスターハンターポータブルサード、こちらの方を、カバーゲームに据えて、辻元良三プロデューサーと一ノ瀬ディレクターとお話を聞きつつ、まあ、制作途中のね、あの開発秘話なんかもまぶしていただいて、モンスターハンターのポータブルサードの魅力に迫っておりますです。もう、もうは、はい、このゲームのおかげで、はい、ゲーム業界というかエンターブレイン上から下まで大騒ぎですな。そうですな、はい、驚きますけれど驚きますね。ルーキーズガイドの宣伝そろそろした方がいいんじゃないですか。そうですね。もう社運というか部運がかかっているコンテンツ、うん、これはいつ11だから20ぐらい、あ、大丈夫か。そうですね、うん、ルーキーズガイドの方ですね、同時発売で、ソフトはいつだっけ。ソフトは12月1日です。でそれと同時発売で、DVD 付き、DVD 付きで、お値段1280円でドカンとすりますので、ぜひ週刊ファミ通とですねルーキーズガイド合わせて買っていただけるとですね嬉しいな。その本のためにルパンさん台湾に行っちゃうぐらいですからね。そうですね、まあ、いいですね。売れるでしょうよこの、あ、売れますね、この年末みんなこれでしょうよ、はい、そうですね、前人気の高さは半端ないからね。だって予約ができないとかって話なんでしょそうなんだよ。予約って概念を崩す話じゃん。予約ができませんってできないんだよっていうな。だからまあそこはカプコンさんも考えてはいてくれてると思うけどね。そんだけ生産が間に合わないかもってことなの。でそれはなんか大丈夫みたい。でこの前のその発表会の時に、うん、ソニーさんのまあ協力もあってなんだけど、うんうんうん、ソフトを作ってる工場を初めてお見せしますみたいな感じで、写真とその、まあ、そのソニーさんの社長さんがこういろいろ説明してくれて、こんだけやってるんでちゃんとお客様に届けるように今鋭意制作中です。怠けてませんよって、怠けてませんよっていうそんな感じこんだけフル稼働した状態で出すからそれでも買えなかったらごめんなさいぐらいの勢いってやり方だね。そうだね。いやあれはすごいなと思った。初めて見せちゃうっていうか、すごいな、うん、すごい。どうすか山岸さん、モンハン。いやすごいですよね。大好きじゃないですか。大好きですか。出たら寝る間も惜しんでやっちゃうじゃないですか。楽しみでしょうがないですやっぱあの手強いモンスターの名前何でしたっけ。ティガレックスですね。そうティガレックスは本当にたくましい、強い、たくましい恐竜ですよ。動きがすごいからね。動きが半端ないですから。ドタ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 ってね。そうですか。そうなんですよ。はい。そんなわけで、おぉ。カバーゲームはモンスターハンターポータブルサードでやらせていただいてますよ。その一方で機械の体いいじゃないですか。はい、機械の体は、今回は、パーティークイズメガ Q というですね。何ですかこれはなんだっけな、93年発売のゲームって書いてある。そうですよ。だからすごい昔のゲーム。ハードは何、スーファミ。まあ一応 Wii のあのダウンロードゲームなんだけど、バーチャルコンソールか、バーチャルコンソールなんだけど、だ昔のなんだろうあれ、メガドラ。メガドラだ、メガドラなんだ、メガドラのゲームだ。メガ級だから、うん、そうか、そうだ、メガドラ。このスリーブに入ってるこのスクリーンショットがいいですね。世界中の誰よりきっと中山美穂とデュエットしたグループは、まあ、電気グルーヴ、ワンズ、ボガンボス、ビーズっていう、明らかに本当は電気グルーヴやボガンボスが好きな人が作ったゲームだよね、多分。
で、まあその時代的にもそのまあアメザリもあの僕らと年代的にも一緒じゃないですか。あ、まあ僕にしろまあ竹下にしろ、あ、こういうのがある、あるあるネタというか、うん、あったあった系で盛り上がれるわけだ、おっさんは。そう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 、まさにそういうことをやってます。ワンズワンズ懐かしいよな、ワンズそれから、特別企画と題しまして、アサシンクリードブラザーフッド、こちらの方の、取材ですね、カメラが、現地に飛びまして、イタリアの美しい風景とともに綴った、どなたがイタリアに行かれたのかしら。これはあの池添君がイタリアに行ってきました。よろしいじゃないの。それでまあ、開発者の方々にまあお話を聞きつつ、今回のアサシンクリードブラザーフッドの魅力を、存分に映像コンテンツで伝えておりますので、じゃあブラックオプスで行きましょう。トレイアークに、制作会社に。ああ、円高なんですよ今。はい、今のうちに行かないとまずいんですよ。なるほどね。それはあの週刊ファミ通とかそういうところから企画として、週刊ファミ通からちょっと投げてもらったんですけど、うん、もうちょい早く行ってもらえればってスクエニさんからお返事をいただいたみたいで、もうあのマスターアップして発売になるとは、うん、向こうの会チーム1ヶ月のバカンスに休んじゃうんだよね、入っちゃうので。そうなんだよね、すごい長いみたいね休みがね、捕まんねえんだって。なるほど。ああ、そして、頑張っていくぞ。先月、はい、入るはずだった。はい、入りませんでした。今月入ってます。売れるゲームオーサムブレイクを、今回前編として、入っております、うん、ちょっとお待たせしましたけども、あの、コンテンツの中身は面白くなってるので、ぜひ見てください。それからちょっと、始まりました。ファミ通 TV ジャンボ。何すかこれ。あのですね、何すかこれ。以前、あの、ファミ通 TV という番組が、あの、携帯用の番組で、はいはいはい、はい。神谷博士くんと、金田智子さんの番組をやっておりまして、はいはいはい、人気声優お二人の、そうですね、はい、そちらの番組がファミ通ウェーブの方に、まあ、お引っ越しする形になりまして、あ、ファミ通ウェーブでしか見られない、そうです、ファミ通ウェーブでしか見られないコンテンツとなって、今回から収録しておりますと、はい、で、まあ、あの前は前の番組は、まあ、なんて言うんでしょう、ゲストを呼んで、トークを主体にやってたんですけど、うんうんうん、ファミ通ウェーブの方ではせっかく、まあ、神谷君と金田さんいらっしゃるので、うん、ゲスト呼びつつも、まあ、なんかこう好きなゲームを遊んでもらおうじゃないかと、まあ、3人から4人で一緒にゲームを遊んでもらって、ワイ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 とやっていただこうかなと思っております、うん、はい、それから、マスコさんの、ゲンミチ、今回はバンキッシュ出ましたね、クリエイターの三上真嗣さん、はい、こちらの方に、いろいろお話を聞いております。三上さんの新しく作ったのタンゴっていう会社、あちらの方に、うん、マスコさんと、まあ秋山ディレクターと、まあ、カメラが潜入していろいろ三上さんにお話を聞いてると。うん、ブラックオプスの記事でマスコさんにインタビューしたんだけど、うん、マスコさんモダンフォア2ずっとやってるじゃない、うん、もうね、マスコさんのインタビューは捨てどころがないね。いやー、面白い。面白い。テープ起こしをした翔平がね、うん、テープ起こしながら笑ったの初めてですって言ってたから、ね。ああ、そうなんだ。まあ、活字になっても隙がないね。どこも美味しい話をポン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 。しかもほら、マスコさん元自衛隊だったからさ、そうね、それに絡めた話とかもう、絶妙なんだよね。もうね。面白い。はい、そして、翔平兄貴のゲームキャンプ、今回も、翔平兄貴頑張っていただいております、スペースインベーダーインフィニティジーンとかですね、その辺をやっております。今回はだいぶその翔平兄貴のまあ、いつもなんですけど、はい、リアクションに期待していただきたいなと思って。このゲームキャンプでお蔵入りになったやりがたけのカップラーメンの CM とか、うん、ラオウの CM とか入んないですか。それは多分無理じゃないですかね。なんかあの尖閣ビデオみたいにね、ちょっとまぶされてるみたいな、ここにまさかの流出みたいな。それは多分流出じゃないですけど、ないです。まあでも兄貴のリアクションはもう本当毎回頭が下がる勢いです。面白いです。はい、あ、ちょっとリアクション自信あるからね君もね。え、リアクション、うん、全然取れてないな。全然取れてなかったな。今僕は飲みかけのコーヒーをもういきなり投げるっていう大胆な行動に出たんですけど、普通に恐怖で固まったっていう。ドキッとしちゃったもん。ドキッとしちゃいました。しょうやる気には呼ばないな君。ちょっと頑張っていかないとな。
さあ、それから、クロスレビューチャンネル、今回は、メトロイドアザエム、こちらの方等を取り上げて、やっております。山口さん話題の最高ですよ、ね、これはあれですよね、東京ゲーム専門学校に来た方はもうこのタイトルを聞くとピクピクとピンときてらっしゃるかもしれない、ね、反応しちゃうというね、はい、だこういう裏の楽しみができるからゲーム専門学校来た方がいいですよっていうね、イベントならではですから、ね、また来年やりますからね、やりますよ、うん、ね、お楽しみにしていただきたいという、はい、そして魔界村、今回は田代さやかさん出ていただいてます。まあ、1カップとても、いい胸をお持ちになってる、なんか今回もこの画面のキャプチャーが随分攻めましたね、はい、1枚脱いだところをこう、そうですね、バチッと H カップですよ。 H っつったら ABCDD の上か、H だ。D、 いやいやいや、はしょるね、急ぐね、H の、H のゴールまで君は急いだね、今。ABCD、EFGH か。危ない、危ないな。なんでたどたどしいの？危ないな。お前、なんなら3歳児がね、そういうスクールで覚えてることだよ。そうだ。ABCD って。ABCD。H なわけねえな。DH って、お前。ABCD、EFG。指がなぜ震えているのかっていう。大丈夫かい？ちょっと H カップで話を膨らましただけでよ。なんで壊れたの、こんなに急に。なんかドキドキしちゃってダメなんだな。何？ダメなんだよな。なんだろうな。なんだろうな。また始まった。またダークサイドへ。ちょっとやべえな。長いと。だから。大丈夫、大阪だぞ。いやもう大阪早く行きたいな。なんで？大阪ではっちゃけたいね。はっちゃけたいかい？はっちゃけたいよ。いや、ほんとあれだよ、お前がはっちゃけないとこっちは7時間かけて車で行くんだから疲れ切ってんだからさ。いや、そうだ、もう早く会社から抜け出したら。なんでよ。あー、なんかもうクラックラくんだ、まあ、今、会社に行くと。会社好きだろ、お前。嫌いか。それがさ、変わってきたな、やっぱな。変わってきた。前すげえ好きだったのに。まあまあまあ。突然だな。音村くブンブン丸がハーゲンダッツと思って なんだよお前、ちょっとみんな一瞬あれと思って、でウェーブのやつじゃねえみたいな、誰みたいな、なんだよ。いや、何時ぐらいに終わるのかなって様子見に来たわけだよ。このあとブンブンと一緒に、うん、ブラックオプスのイベントに行くから。ああ、なるほどなるほど。何ぐらいに終わるのかなって様子を見に来ただけなんですけど、なんかすごい変に注目を受けてしまったっ。じゃあちょっとこっち来いよ、まあ、じゃあ出てこっち来いよ、お前出てけよ。出んの、出てけよ、こっちの番組に出てこい、椅子も持ってこいって。アイス食いながらでいい、アイス食いながらでいいよ。ちょっとまあ、先に、内容の方の紹介。で、寄り抜きポッドキャスティング、こちらも、はい、やっております。今回はね、波動拳やりましたね。波動拳打って昇竜拳やってオープニングで手ぶつけましたけど。何回もやったやつ？そうです。ブンブン丸さん。ブンブン丸さんです。はい。それ何味？これ何だっけな？キャラメルマキアート。お前甘いもん好きだけど、一方ですげえカロリーとか気にするじゃん、うん、結構こいつこんななりだけど、ファミレスとか行くとサラダとかだからね。いや、そうよ、ずっと野菜オンリーだな。オンリーっていうか野菜を食うよ、多く野菜肉だよな。そこまでじゃないけど、だけどこのマキアート食べちゃうんだ。大事でしょ、甘いの大好きなんですよ。なるほど、はい、甘いもん食べたいからこそ気をつけてんだ、そういうカロリー。そうっす。じゃあ結構まだ年取って着れなくなった服とかないんだわ。ない。ていうかさ、あんの？てかお前太ったよ。俺超太った。うん、超もう15キロぐらい太ってる。ああ。だって変わんないよね。いや、俺もじわじわ着てるけど。若干でしょ。え？若干でしょ。そうだね。うん。ちょっと続けていいかな。そうです。それからならびとチャンネル。はい、今回ね、パックマン店を行きましたね。ほかね。行ってきました。これひどいっすね、内容紹介もう一行だけじゃないですか。韓流もののパックマン店ポルノ鈴木がリポートって。これぜひ見てもらって、
バックマンテンのリポートをね、映像の方で見てもらいたいがためのこの1ラインですから。じゃあ4行回るこのゲームおっさんブレーコとか見なくてもいいってことですか？いや、そんなことはないです、そんなことはないんですけど。いや、なんで1行なんですか？あー、ね、まあちょっと、まあ今回はパックマンテンなんで、ちょっとパックマンテンは映像の方で見てください的なところなんで、はい、これはでも会期が短かったから、うん、結構見に行けなかった人多いんで、ぜひこのレポートは見てもらいたい、うん、ちょっと見たいのこれ。なんだろう、昔からファミ通読んで、でもいないか、ガビンさんね、ガビンさん、ガビンさん懐かしいね。お、知ってるよね、うん、そうだよな、伊藤ガビンさんでしょ。そうそうそう、俺らは知ってるよな、ログインとかでね活躍してて。だって浜さんより1年早いって言ってたかな、うん、アスキーが、うん、ただもうガビンさんバイトで浜さん正社員に入ってきたから、うん、単純に先輩っていう感じでもなくなったらしいんだけど、うん、でこの本当パックマンってその初期ファミ通の人たちが、うん、あらゆる形で関わってて、なかなかいい展示会なんかで、ね、7ビットの割にすげえ情報量です今回。だからだからそうだよね、うん、あともう私がねパックランド、はい、やってました、腕前を披露してますからね、やってましたね、本当に嬉しかったです、あのあれができて、これぜひご覧いただきたいと、はい、スーパープレイが見れるの、はい、スーパープレイ見れるよこれ。そして今回最初にこれ言っとけばよかったんですけど、今回2枚組です。ああそうだ、坊主の丸々タイムディスクが今回ついております。はい、そしてこちらの方の坊主の丸々タイムディスクの方ではまず言えてない、坊主の丸々タイムディスクの方ではまず、はいはいはい、まずレギュラーコーナーの通常のレギュラーの、うん、坊主の丸々タイムが入っております。で今回は、スーパーマリオ、25周年記念ということで、坊主さんと実はさんと僕の方で、スーパーマリオを、遊ばせていただいております。はい、はい、そしてブンブン丸さん、ポルノさんにも、登場していただきました、東京ゲーム専門学校、はい、こちらの方のですねイベントの方の、模様が、まあ、ダイジェストとして、東京ゲーム専門学校入学案内として、収録されております。でそのイベントでやった、まあそのいろいろ企画ですね、それをまあ歴代のその坊主の丸々タイムのパッケージだったりとか、うん、ファミ通ウェーブに収録した、過去のものを、再収録させていただいて、120分坊主の丸々タイム、120分1枚丸々タイムです。本当別に今うまいこと言いましたか？うまくないですか？1枚丸々タイムです。ブンブン丸さん何点？まあ7点ぐらいしかないんじゃないですか。何点満点ですか？え、10でしょ。あ、10で7頑張ったじゃないですか。あのクロスレビューで一番微妙な点数ですけどね7点っていうのは、いや、まあルパンさんにしては頑張った方なんじゃないですか。この再収録したやつは、あの重い対決、やったもんね、うん、入ってるパッケージの方でやった、ラーメン動物大自然っていう、あ、はい、ボックス限定の特典映像を、はい、入れてしまったと。入れてしまいました。でそれを見てですね、ぜひまた DVD パッケージこんなのはあるよっていうので感じ取っていただいて、映像見れたからいいじゃないっていう可能性はどうしますか。そこは ね、思い切りましたね。ぜひ見てもらって軽く流すね。買う人いないです。これから多分あの DVD を買う人は多分いないので、いないのでもうあれか、もうリミットが切れて著作権フリーになったみたいな話だ。500円の映画あのねえけど、まあせっかくだったらチャップリンの映画がほら一時500円で出たみたいな話だよ。まあ昔のディズニーの白雪姫が500円で売ってるでしょ、あのなんかディスカウント屋の前とかでさ。まあだからそれきっかけで見てもらって、そう見てもらいたい、ほぼ丸々だよ、見てもらえればってことでしょ。120分あのそれ単品でいいよね。続けうるせえ、でいいじゃん、はい、であの裏技危機一発もやってます、収録しました。それはゲーム専門学校でやった。いや、やってないです。ゲーム専門学校、言っときますけど、ゲーム専門学校での模様は10分も入ってないです。どういうこと？え、なんか名前、詐欺じゃん、これ。詐欺じゃん。詐欺？じゃあ、そうです。山口さんに説明願いましょうか。当初の予定は、ゲーム専門学校ディスクっていうのを作ってたんです。はいはいはい、作ってたんですが、そうなんですよ。ところが、様々な事情が重なって、ほぼ全ての企画が収録不可能ということになりまして、まあ無理だよね完全に予定外のことが次々、ああやっぱり、
まあ、いいイベントのノリでバッてやったことが、ね、まあでもいいじゃん、あれライブで楽しかったから。そうだからイベントで、うん、あの完結。なるほど。だから結局イベントは面白かったんです。イベントは面白くて、面白かったよ。撮影したものも面白いんですけど、事情があって入れられない。なんでこのディスクはを見て、あのこういうことをやってるのでイベントにぜひ来てくださいねという入学案内ですね。だから終わりにはでも盛ったね。盛りましたよそりゃ。だって最初ゲーム専門学校ディスク作れって言われて、こっち仕事受けてんのにほとんど入れられねえって言われて。悪くねえもん。なんか悪くないですけど、でもやっぱりこうなんかね、嫌じゃないですか、見込みがね。そうか。まあそういう意味ではやっぱりイベントはね、来た方がいいよと。そうですね、イベントはイベントとしてぜひ来てください。楽しめると思うんだけどね。面白かったもんね、うん、普通にゲーム好きが見てて、うん、そうだね、うん、だってみんなでワイワイやるゲームってやっぱ楽しいからね、うんうん、それの究極の形で、しかもね、MC がね、スチャダラの3人でやるわけですから、ね、そう、それは盛り上がらないわけがない事情系でしたか。まあしょうがないですね。そういうとこ気をつけていかないとね、これから。だからお金が俺たちは埋めないんじゃないかっていうさ。そこで損をしてるみたいなね。その楽しいからいいじゃんがね、いまいちこう通りにくい世の中で。俺ほんとね、戦後のどさくさの頃に生まれたかったもん。今50代ぐらいのおじさんたちすげえ羨ましいもん俺。なんとなくわかんだな俺も。世の中がまだ不確定で、全然こう枠組みがなくて、めちゃくちゃやってお金儲けしたおじさんたちっていっぱいいるじゃない。イケイケどんどんで、うらーうらーうらーみたいな感じでな。そう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 、声でかいやつが本当に勝った時代っていうね。その時代の人たち羨ましいわ。そんでもう今仕事リタイアするかどうかでさ、最近声でかいとうるせえって言われちゃうからな。まあ、言ってることがめちゃくちゃだからね、君の場合。俺か。いやー、そうですか。はい、そういうわけで、今月号も、DVD2 枚組で、お値段1200円になりまして。あれね、だから DVD2 枚組の、ね、第2弾ですかね。そうです。第2弾です。次号は何がつくんですか。次号は、あの、陶劇の、攻撃ディスクがつきます。なかなか、だからゲームショーディスク、まるまるタイムディスク、攻撃ディスクと、はい、これ悪くないですな。ぜひ盛り上げていこう。盛り上げていこう。盛り上げていこう。はい、で、ああそうですよ。そうですよ。メールが来ております。はい、もうルパンさん、はい、まあね、もうおなじみのポネムでございますね。はい、これもエディさん、ああ福島県、はい、ポッドキャストスタッフの皆さんこんにちは。ルパンさん大丈夫ですよ。メールは久々ですが、うん、変わらず毎週聞いてます。ありがとうございます。246回放送におきまして一番遠かったでしょうのことを思い出していただきありがとうございます、うんうん、知り合いからもすっかり話題に上がらなくなったもので普通に嬉しかったです、はい、とりあえず個人的に欲しいものですが、最近安くなった PSP GO です。おお、 PSP は1台あるんですけど、ウェーブ10月号のカバーゲームだったモンハン日記ポカポカアイルー村に奥さんがハマっていて使えないので、うん、とついでに奥さんに欲しいものがないかと聞いたところ、うん、美顔器でした。へえ。へえで済んじゃうんですか。美顔器ね。やっぱ女性はみんな美顔器が大好きなんですよ。美顔器好きだね。聞くのあれ。いやでもあれ流行、本当に今あのナノイーのやつは、うん、どの電気屋もコーナー作って置いてて、うん、流行ってるみたいよ。ルパンさんやっぱ先取りでしたね。まあまあね、やっぱ直接やっぱマーケティングすると違いますね。そりゃそうでしょ。え、なんかあったんですか、ルパンさん。美顔器、美顔器はまあ買わされたな。買わされ、え、ちょっと何ですか、買わされた、買わされたって何ですか。買わされたんじゃないですよ。いやだから買わされたんじゃなければ購入してプレゼントしたの。え、誰購入してプレゼントしたの。そこにニュアンスの違いはあるんですか。え、買わされたのと購入、誰に買わされたっていうと、なんか無理やり買わされたみたいじゃないですか。え、ごめん、誰に。え、いやだからまたまたって、俺初めてだもんだって。いやまあどうもしないよ、どうもしないけど、うん、まあその時まあちょっと折り合いがついて、うん、で折り合いがついて、まあ、どういうこと。なんか金銭折り合いがつくと買ってあげんの美顔器。いやいやだからさ、もうたま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 っす、ほんと。あ、そうですか。折り合いがつくと、ね、買ってくれますよ。本当に？ちょっと PS3 買ってよ、じゃあ。折り合いが、だから折り合いがつけばつく。PS3 を買ってもらいましたから、ルパンさんに。誰が？ルパンさんに。僕が。え？なんで？
折り合いついたんで。マジで？え、じゃあ折り合いがついたら買う。折り合い系？折り上げじゃん、もう随分前ですよね。随分前。なんだよ、お前じゃ買えよ。俺のじゃあ来年の目標は。必要なんだよ、俺ちょっと GT5 の攻略が払いから、そうですか。はぁ、だから折り合いがつけばいろいろあるだろう。なんだよ。まあまあ、でもね、いや、エリさんのメールは続きがあるんですか、うん、と、はいはいはい、まあ、勝手な要望はさておいて、こういうのは本当気持ちの問題だと思うので、はい、何でも構いません。はい。ただ、せっかくなので、公開収録の時、会場で直で、はい、受け取りたいと思います。当日楽しみにしています。ということで、ね、なんと、徳島からいらっしゃる、はい、大阪に。ありがとうございます。来週だっけ？え？来週？来週23日だよ。ね、勤労感謝の日に、やりますからね。PSP5 だって。俺は PSP3 ね。あ、PS3 ね。俺は。俺、ハード全部あるからな。なんだろう、パソコン、なんかボードとか。ああ、グラボー、グラボーなんか。むしろ本体丸々のがよく。俺も本体をそろそろ作り変えようかなと思ってて。PS3 は俺も欲しいもんだって。買ったでしょ？買ったらさ、だって会社に置いといたら会社専用のやつになっちゃった。いや、だからそれを買うって言ってたじゃん。だから僕はそれ買ったんですよ。ほう、僕はそれを買ったんですよ、ルパンさんのその会社。白いやつ。そうそうそう。いくらで？ 3,000 円で。で、いや、3,000円で買って、持って帰りますよ。買ったのそれは。もちろんそうですよ。ひどい。いや、違いますよ。3,000円っていうのはルパンさんからのいいねですからね。まあ、いいやん。そうそう。だから捨ててあるようなもんだったんで。3,000円。そうですよ。マジかよ、俺5,000円出したのに。会社に PS3 置いたじゃん。なんで会社に PS3 置いたの？いや、だからうちほら、ネットが繋がってねえから。うん。うん、だから会社に3,000円か。その PS3 動かなかったの結局。すごいなー。あー、稼働しなかったね。フラワーリーやりたかったんだけどな。え、で結局買ったの？そんで買いに行くって言ってたじゃん、 X と PS3 を自分家用に。X は買った、うん、で、PS3 はまだこれから。 X をなぜ優先的に買ったかというところにですね、秘密があるんですよね。何？え、もうだって、え、やっぱりあれじゃないですか、仲良くなりたい女性が XBOX をメインに遊んでいるからじゃないのかという、あ、読みが、ね、またそれは、ええ、それは若干、いやでもそれはそんな薄いね。俺だって本当に貧乏ですか？本当に貧乏。ああ、そうですか。だってあの人はもう俺のこう届かないところにいるから、そのゲームに次元が、どういうこと、一緒に遊んだりとかそういう感じになれない、多分。でも付き合いたいでしょ。いや、だから付き合えるんだったら付き合いたいね。まあ可能ならばね、付き合いたいけど、だってそれはだって男の子ですもんね、ルパンさんはね。そりゃね、そうっすよ、俺だって男ですもん。いや、わかりますけど。さあ、というわけで、はい、イベントは目前ですよ、大阪公開収録ね、250回記念、もう11月23日、はい、火曜日かな、うん、ちょっと前後に休日がないので、遠方から来られる方、強行軍になるかもしれませんが、はい、まあ、盛り上げていきましょうよと、250回ですよ、丸5年、ね、続いて、これからもね、もう皆さん、リスナーがいらっしゃるおかげでございますから。はい、改めてイベントの概要を発表いたします。開催日時は2010年11月23日火曜日祝日、はい、3時会場4時開演で19時終了予定です、うん、で3時会場するまで、お並びいただくスペースはないので、はい、このビル内のゲームセンターとか、うん、ね、近くのどこかで待機していただけると幸いですと、料金ですが1席2,000円、ワンドリンク付き、立ち見が1,500円、ワンドリンク付きで、うん、1席は130席の限定になっております、はい、入場時にどちらか選んでください。1席は先着順なのでなくなり次第終了と。そうですね、場所は大阪、難波にありますスポーツバーダイジェスト、難、はい、うん、波ヒップスというアミューズメントビルの5階でございます、はい、あといろいろホームページにも注意事項書いてあるんですが、特に我々が注意しておきたいのが、はい、いつもお土産もらせるじゃないですか。そうなんですよ。最初はね、ゲームショーでゲリラ収録やるぞなんて言って、まあ100人も来ないぐらいだったんで、うん、なんか土地のもの持ってきてよなんて気軽に言ってましたが、はい、そろそろですね、来ていただける方も増えまして、うん、ちょっとこれ申し訳ないなと。申し訳ない。いろいろこう物を持ってこいっていうのを強要していることが良くないんじゃないかと思いまして、うん、お土産はもう大丈夫です。お土産大丈夫です。なのでご遠慮いただいて、はい、
申し訳ないですけどね、気持ちだけで本当にお気持ちをいただければ来ていただけるだけで大丈夫、ええ、でもそう言ってもみんな持ってくるんじゃないの、そこをねもう大丈夫ですよと、持って帰れないって言った方がいいんじゃない、うん、そうですね、持って帰持ち帰りの問題もあるし、うん、で結構足が速いものがあったりすると、うん、ちょっともったいないことになってしまうので、賞味期限2日とか、そう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 、ね、申し訳ないのでね、うん、あれもう大丈夫ですからね、そこはお気遣いなくということで、はい、まあ、とにかくもうイベントに来ていただけ、ね、だけければもうそれで十分だ、はい、それで十分です、しかも今回もうないですから抽選とかね、そういうのは来ていただければ見れますから、うん、はい、で当日限定の T シャツ、はい、あのもう社長のとこに来たみたいで、はい、あ、すいません大丈夫ですか、ちょっと出てきます、T シャツと、はい、でさらにですね、うん、まだごめん全然聞いた出てから喋れよあれ、まあ、ブンブン丸、ホームページで発表した250回記念 T シャツも、はい、他にもですねシークレットのアイテムとか、うん、ワッペンとか、はいはい、バッチとか作ってますんでね、当日250回記念グッズもいろいろご用意してますので、はい、こちらも楽しみにしていただきたいと思います、ぜひぜひ、さらには、はい、我々が最後プレゼントもいろいろ用意して持っていきますのでね、はい、もう来たら必ず楽しめると、何をやるかっていうのももうねだいぶ固まってますからね、これは絶対面白いですよ、まあ、とにかくあの先週の放送、はい、あれが楽しかったんならね、うん、来た方がいいですよあの放送がなんて楽しいんだろうと思うんだったら、やばかったね、もっと楽しいですから大阪来たら面白かったですね、あれ面白かった、どこがラジオだって思いましたけどただやっぱああいうのをさ、サンタがいるの珍しいじゃない、あのクワともうウケチのあのテンションの上がり方、ちょっと血が出るだけだからとかさ、もうはしゃぐはしゃぐはしゃぐっていうね、楽しみにしていただきたいと思います、というわけでお送りいたしました、もう249回ですよ、249回、次回は250回大阪公開収録でございます、もうね、来週土曜日までアップ待てないっていうんであれば火曜日大阪に来ていただければ、うん、いち早くノーカット版が体験できます、ライブで待ってますよ、はい、大阪盛り上げていきましょう、はい、というわけでお送りいたしました、お相手はポルノ鈴木とルパン小島でした。